미안미야테는 벌써 지고 그림자는 더 길어지고 자전거는 달리고 있어 못다시 그 아스팔트 위로 皆さんこんにちは、手帳の時間です。今回はロフトファンファンソールという企画で購入したロフトの文房具をご紹介します。韓国といえば食べ物とか美容、エンタメなどで大人気ですよね。ちょっと旅行した気分になれるこの企画はデパートで言うと物産展みたいな感じかな。こんな使い方したいなとか2024年を思い浮かべながら選んでみたので早速ご紹介したいと思います。まずはムジークタイガーのノートから。ムジークタイガーは韓国初のイラストを主体としたアクセサリーやライフスタイルブランドです。ブランド名は無色の虎。職場を抜け出してやりたいことをやる自由な生き方をモットーにするニートの虎は、デザイナー夫婦が会社を辞めて無職になって自由な人生を送りたいという思いから生まれたキャラクターです。持ち運び用に B6 サイズを買ってみました。ノートって開ける瞬間が一番ワクワクしますよね。表紙と同じ色の糸で製本されているミシンノート。同じ B6 サイズでロフト限定で販売されている2024年版の手帳もありましたよ。ロフトネットストアでは手帳はもちろんムジークタイガーグッズが確認できるので、気になる方はチェックしてみてください。 B6 サイズは先日購入した無印の一覧できるスケジュール帳と同じサイズです。一つはシンプル、そしてもう一つは遊び心があって、今から使うのがとっても楽しみ。アイディアノートとか何でもノートとか使い方を制限せず自由に使ってみたいなと思います。もうね、いろいろありすぎていっぱい買いたくなっちゃいました。続いて同じムジークタイガーのステッカー2種類をご紹介します。キャラクターも乗って一度好きになるとそのグッズを集めたくなりませんか？一つだとすぐなくなりそうだったので思い切って2種類買ってみました。このぽっちゃりとした虎の名前はトゥンナンイというそうです。大きさも大中小あって、その時の気分で選べるのもいいですよね。近くで見てみるとこんな感じ。表情は変わらないのにゆるっとしててすごく可愛いです。特に寝そべったままパソコンを見てるのが私のお気に入り。キャラクターシールってもったいなくてなかなか使えないんですけど、ノートも買ったし、もうすぐ2024年だし贅沢に使ってみようかなと思っています。と言いつつ買って満足してる自分もいて、もったいなくてやっぱり使えないかもしれません。そういうことはよくあります。そんな時は眺めて癒されましょう。次は最後のムジークタイガーアイテム、付箋です。4種類販売されていたんですが、黒ペンが映えそうなこちらを購入しました。どれもカラフルな色調とぽっちゃりトラの形でカッティングされていて特別な感じで可愛いですよね。これは一緒に買った B6 サイズのミシンノートと一緒に使って、そのままどんどん情報を保存していこうかなと思っています。こうピタッと貼り付けるとすごく可愛くなると思う。大きさも絶妙。表題を書いてもいいし、ポイントを書いてもいいし、好きな言葉を書いてもいいし、
カラーペンとかデコアイテムを持っていなくてもこれさえあればメリハリをつけることができます。最近淡いカラーばかり見ていたので、このパキッとしたカラーを見たらなぜかすごく元気になりました。今度手帳会議の動画を出すので、使い方が決まったらまた皆さんにご紹介しますね。次はスクーティースタジオのメモパッドをご紹介します。スクーティースタジオは2020年11月に誕生した韓国の雑貨ライフスタイルグッズブランドです。環境を配慮した紙パッケージはデザイナーさんのこだわりなんだそうですよ。中を開けてみますね。こちらはオットセイのメモパッド。他のキャラクターも魅力だったけど、色合いが好きだったのでこちらを選んでみました。100枚綴りとボリュームもたっぷりで、毎日のちょっとしたメモとかお手紙などにも活用できそうです。メモパッドを付箋にしたい場合は、トンボさんから出ているピットタックを使ってみましょう。これはタックテープというものが使われているので、しっかり貼ってもいつでも綺麗に剥がすことができます。メモの仮止めとか資料の切り貼りにもとってもおすすめ。こんな可愛いメモパッドを何度も繰り返し使えるのは嬉しいし、バレットジャーナルの毎月のゴールとかに使うのもいいですよね。間違えても気軽に交換ができますよ。場所の移動が必要なものはピットタックがあると便利です。夢とか目標っていつでも見える位置に置いておきたいから、こんな風にメモパッドごと動かすことでモチベーションが保てそうな気がします。枚数を気にせず使えるので、いろんな場所で活用したいなと思います。続いてもスクーティースタジオアイテム。大人気のステッカーを2種類購入しました。先ほどのメモパッドはオットセイだったんですが、今回は犬のキャラクターです。キャラクターだけどモノクロとブラウンだから、大人でも気軽に使えるところがいいなと思います。中にはそれぞれステッカーが2枚入っていました。ステッカーを買うときってつい小さめサイズと大きめサイズを買っちゃうんですよね。ちなみにこれは光沢紙が使われているので、水分とか汚れに強い素材になっています。手帳だけじゃなくてノートの表紙をデコレーションしたり、スマホやデジタルアイテムにちょこんとワンポイントで貼るのもおすすめ。ゆるゆるっとしたイラストが毎日の疲れを癒してくれるような、自由気ままな感じがとっても可愛いです。デスクに飾っておきたい場合は、セリアで購入できるデスク仕切りスタンドをぜひ使ってみてください。2024年に向けて少しずつ新しいアイテムが揃ってきました。しっかり準備しておけば1年が気持ちよくスタートできますよね。ロフトは行くたびにときめきがいっぱい。今回はたまたまロフトファンファンソールのアイテムになりましたが、楽しんでいただけたでしょうか。素敵なアイテムで手帳をゆるっと継続しつつ、新しい自分を発見できるように楽しんでいこうと思います。そろそろシンデレラノートも更新したいので、また動画にしますね。ということで今回はこれでおしまい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。